皆さんこんにちは。今日はサンリオの福袋が届いたので中身を見ていきたいと思います。今隣にですね、娘ちゃんもいるので、可愛いサンリオの福袋の中身を楽しみたいと思います。私は今回オンラインの方で購入をしました。今回はですね、2990円と3990円、5990円の3種類がありまして、私は3990円のクロミちゃんを購入しました。今回ね、クロミちゃんが出るということですごく嬉しかったです。去年はねなかったので、もう見た瞬間飛び跳ねました。はい、ということで前置きが長くなってしまうので、こちらをね紹介したいと思います。今回3990円のバッグはデジカゴ用バッグになってるんですよ。ピンクなのがまたねすごいいいなと思いました。上は巾着のような感じになってて、中身がね出ないようになってます。サンリオキャラクターズデザインでとっても可愛いです。まだね、中身ちょっと見てないので、開封していきたいと思います。では、開けることができたので、一つ一つね、見ていきたいと思います。まず、ちょっとぬいぐるみを見たいので、ぬいぐるみっぽいものを。こちらかな？はっ、かわいい。はい。こちらクロミちゃんのマスコットですね。写真でもあったマスコットなんですけど、来年はうさぎ年ということで、2023年と書かれたうさぎのマスコットを持っているクロミちゃんです。開けてみよう。かわいい、もふもふ。手触りもね柔らかくて気持ちいい。なんかね特別感あっていいですよね。かわいい。まずこちらが入っていました。次二つ目はと靴下も入っていると思うので、靴下もね先に見たいと思います。こちらかな。あ、かわいい。ルームソックスです。今の時期すごく大活躍してくれますよね。クロミちゃん柄でかわいい。私冷え性なのでルームソックスがすごい必須なんですよ。クロミちゃんデザイン持っていないのでとってもね嬉しいです。はい、こちらの2つがねネタバレにあったと思うんですけど、あとタオルとエマのアクリルキーホルダーがあると思います。どれかわからないので、タオルはこれかなというのありました。じゃん、かわいい。大きい。こんな感じの大きいタオルが入ってました。このタオルは、このバッグと同じデザインかな？広げてみたんですが、こんな感じのデザインです。こちらにはね、ハンギョロンくんと、上にね、マイメロちゃんがいます。かわいい。では、どんどん見ていきます。次は、じゃーん。かわいいね。あ、こちら2023年のアクリルキーホルダーじゃないですか。エマのね、ブリアクありそうな。かわいい。プリンくん、クロミちゃん、キティちゃん。マイメロちゃん、シナモンくんがいます。かわいい。娘ちゃんもね、かわいいと言ってるのかな？キラキラの一年になりますようにって。ちょっと画面だと伝わりにくいかなと思うんですが、キラキラとしているデザインです。かわいい。すごーい。ほんと、キラキラの一年になりそうですね。カバンにつけたいです。では次いきます。あ、こちら以
外はなんかまとまって入ってる感じですね。こんな感じでちょっとまとまって入ってたので一つ一つ見ていきます。まずこちらレースキキララちゃんですね。こちら売られていましたよね。かわいいと思っていた商品です。ですね、ウエストバスケットという商品です。机の上に置くのにちょうどいい大きさですよね。机の上に飾ろうかな。嬉しい、豪華。次、じゃじゃん、こちらです。抗菌マスクケースのマイメロちゃんです。こちらクロミちゃん持ってるんですよ。すごく使いやすくて今でもねお気に入りで使ってるんですけど、マイメロちゃんバージョン嬉しい。去年もねマスクケースありましたよね。ボックス型だったんですが今回はコンパクトなこちらですね。持ち運びにもとっても便利なものです。はい、そしてこちらにちなんでじゃじゃん、マスクも入ってました。こちらなんと大人向けみたいですね。マイメロちゃんのお顔だ。すごーい。耳が痛くなりにくい幅広の柔らかゴム使用と書いてあります。マイメロちゃんの形しててすごい可愛い。こんな感じです。あとピューロランドで使おうかなと思います。続いてこちらです。面白い。私こちら初めて見ました。クレーンゲームみたいにアームが開くフックにマスコットのループをつけられるそうです。なるほど、ここにねマスコットをつけるみたいです。クレーンゲームみたいで面白いですね。はい、こちらキティちゃんデザインです。続いてじゃじゃん、こちらです。エンドヤドルシリーズの銀手ホルダーです。プリンくんが入っていました。コンサートやライブでゲットした銀テープを入れて持ち歩こうというものですね。私こちら持ってないんですよね。最近ライブに行く機会もないので買ってなかったんですけどね、いつか行きたいなと思っているので、こういう商品いいんですよね。すごく便利なアイテムだなと思います。そしてラストです。こちら嬉しかった。じゃじゃーん、カスタムアクリルハウスです。たくさんのねパーツが入っていて、シナモンくんとかお家の中にねカスタムできるというもので、こちら推し活にもねすごくねいい商品ですよね。私推しがシナモンくんのキャラクターを担当しているのではい、ちょっとねこちらで推し活したいと思います。はい、ということで今回は2023年の福袋を開封してみました。どれも可愛くて3990円以上でした。今年もね無事に福袋を買えてよかったです。やっぱりね今年も可愛かったですね。来年もたくさんのクロムちゃんグッズをご紹介できればいいなと思います。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバーイ。